アマヤ大輔、ハンドルネーム開発室ピクセルは日本のインディーゲーム開発者。様々なリメイク版が出た開発作、洞窟物語で最も有名である。彼の最も人気のある作品、洞窟物語は完全に自分一人で作り、2004年に発表したフリーウェアの PC 用プラットフォームゲームである。このゲームは批評家から広く称賛され、2006年7月に スーパープレイの史上最高のフリーウェアゲーム50のリストのトップに登場した。アマヤの他の作品には彼が2000年にリリースしたゲームイカちゃんや他の多くの目立たないゲームが含まれる。彼の現在のプロジェクトがもしあれば不明である。ケロブラスターに取り組む前、彼はロックフィッシュという題名のゲームに取り組んでいた。これは2012年のいずれかの時点で完成する。 予定だった。プロジェクトは無期限で中断し、キャンセルされた可能性がある。アマヤは、ニクラス・ニグレンのナイトスカイの、ストーリーコンセプトで知られている。2014年5月、アマヤは、横スクロール型の、プラットフォームシューティングゲームケロブラスターをリリースした。このゲームは、洞窟物語のリリース以来、アマヤの最初の主要作品だった。2015年10月に、 アマヤはケロブラスターを更新し、ケロブラスター残業モードという名前で新しいストーリー、レベル、全体的な大きな障害を搭載した。アマヤは様々なオーディオ及び音楽作曲ソフトウェアを作成した。彼の作曲ソフトウェアはすべてピアノロール編集インターフェースを使用している。オルガーニャは洞窟物語で使用された軽量の ORG 形式の音楽を作成するために使用されたソフトウェアである。彼はオーグメーカーの後継であるフリーウェアオーディオ編集ソフト集ピストンコラージュを継続的に開発している。ユーザーはピストンコラージュを使用して独自のオーディオサンプルを作成し音楽を作成できる。ありがとうございます。